皆さんこんにちは。今日は副菜の作り置きを7品作っていきます。概要欄に作り方のポイントを書いておくので、動画と合わせてそちらも見てみてください。それでは作っていきます。まずは1品目、きゅうりとツナ缶のさっぱりおかず。きゅうりは味が染み込みやすいように蛇腹切りにしていきます。箸できゅうりを挟んで、包丁で斜めに切れ込みを入れます。端から端まで切れ込みを入れたら、くるっとひっくり返して反対側も同じように斜めに切れ込みを入れます。こんな感じで蛇腹切りは完成です。続けて2本目も同じように蛇腹切りにしていきます。2本目も上手にできました。個人的には蛇腹切りのきゅうりは丸ごと1本浅漬けにするのが好きですが、今日は食べやすい大きさに切っていきます。次にツナ缶のオイル漬けを1/2缶分加えます。続けてお酢小さじ 1/2、 塩少々、砂糖少々、黒胡椒をたっぷりとかけてよく混ぜ合わせます。このおかずのポイントは、ドレッシングの代わりにツナ缶を使うこと。旨味が強く味もはっきりしているので、きゅうりとの相性もバッチリかなと思います。1品目、きゅうりとツナ缶のさっぱりおかず完成。2品目は、きゅうりとしめじとわかめの酢の物。まずはきゅうり1本を小口切りにします。そうしたらボウルに移して塩少々を加えます。よく混ぜ合わせたら、このまま5分置いておきます。きゅうりを待つ間に他の食材を用意しておきます。しめじは 1/2 袋分だけ使います。石突きを切り落として、食べやすい大きさに手でほぐしていきます。塩少々を加えて軽く混ぜ合わせたら、600ワットの電子レンジで1分加熱します。この時水分が結構出てくると思うので、キッチンペーパーなどでしっかり拭き取ります。次に乾燥わかめをお湯で戻していきます。そうこうしているうちに5分経ったので、今度はきゅうりの水分を絞っていきます。きゅうりを一つかみしてぎゅーっと握って、しっかりと水分を絞ります。わかめが戻ったら、軽く水分を拭き取って食べやすい大きさに切っていきます。最後に白だし大さじ1、みつかんの簡単酢大さじ1を加えて、よく混ぜ合わせたら完成です。2品目、きゅうりとしめじとわかめの酢の物完成。続いて3品目はナスポン酢。ナスのヘタを切り落としたら、縦長になるように8等分に切っていきます。3本分のナスを切り終えたら、お皿に並べてごま油を回しかけます。乗り切らなかった分のナスは上に重ねて、こちらにもごま油を回しかけます。そうしたらラップをして、600ワットのレンジで3分加熱します。ナスがくったりしたら OK です。ボウルに移したら、ポン酢を回しかけてよく混ぜ合わせます。仕上げに煎りごまをたっぷりと入れて、さっと混ぜ合わせたら完成です。ポン酢の代わりに薄めためんつゆをかけても美味しくいただけます。よかったら真似してみてくださいね。3品目のおかず、ナスポン酢完成。まだまだ作っていきます。4品目は簡単コールスローサラダ。キャベツは 1/4 玉使います。芯を切り落として千切りにしていきます。切り終えたらボウルに移して、
ツナ缶のオイル漬け2分の1缶分を加えます。続けて缶タンスと人参の細切りも同じように加えていきます。人参2分の1本分を加えたら全体をよく混ぜ合わせます。早く味が馴染むように上から重しを乗せて5分置きます。お気づきの人もいるかもしれませんが、このおかずで使ったツナ缶は一品目で使ったものの残りを使いました。キャベツと人参の分量はそのままで、お好みでツナ缶を一缶分使っても美味しくいただけます。4品目、簡単コールスローサラダ完成。続いて5品目、きんぴら人参。まずは小さめの人参 1.5 本分をピーラーを使ってひたすら細切りにしていきます。ごま油と冷凍しておいた油揚げを加えたら、ラップをして600ワットのレンジで2分加熱します。加熱が終わったら1回取り出して、みりん大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1を加えてよく混ぜ合わせます。そうしたら600ワットのレンジで1分加熱します。人参がくったりしたら完成です。かなり甘じょっぱい味にしているので、甘いものが苦手な方は砂糖を省略して作ってみてください。作り置き5品目、きんぴら人参完成。6品目のおかずはさつまいもを使ったおさつバター。さつまいもの両端を切り落としたら、しましま柄になるように皮を剥いていきます。そうしたら少し厚めの輪切りにします。大きい部分は半分に切って半月切りにします。全部切ったら水にさらしてアクを抜きます。冷蔵庫を漁ったらもう一本さつまいもを見つけたので、こちらも同じように切っていきます。アク抜きが終わったら水を切って耐熱容器に移します。今回はおかずというよりスイーツのような味にしたいので、バターと砂糖で味付けしていきます。バター 10g、 砂糖大さじ1を加えたら、ラップをして600ワットの電子レンジで3分加熱します。加熱が終わったら1回取り出して全体をよくかき混ぜます。こうすることで味がよく染み渡ります。この後600ワットのレンジで1分加熱したら完成です。さつまいもがまだ硬い場合は様子を見ながら少しずつ加熱してみてください。作り置き6品目、おさつバター完成。最後のおかずはごぼうの浅漬け。包丁の背の部分を使ってごぼうの皮を剥いていきます。次に水でさっと洗ったら斜め切りにしていきます。全部切ったら水にさらしてアク抜きをします。アク抜きが終わったら水を捨てて耐熱容器に移します。そうしたらラップをして600ワットのレンジで2分加熱します。加熱が終わったら水分を拭き取って、酢大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、鷹の爪少々を加えてよく混ぜ合わせます。保存容器に移したら、さっきのとは別に醤油、酢、砂糖、お水を加えます。7品目、ごぼうの浅漬け完成。これで今日の作り置きは完成です。最後まで動画を見てくださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。